4月11日木曜日時刻は夜8時になりましたラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんは。 T. B. S. ラジオ、キーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。パーソナリティはライムスター歌丸さんです。お願いします。はい、すみません、今週いっぱい、ちょっと若干喉をね、痛めてしまいまして。うんえー、ちょっと省エネ運転モードでやらしていただい、だいぶ回復いたしましたかね。ねそろそろもう通常運転ボタンを押してい。いやいやいや、ちょっとまだちょっとまだ、ちょっときついかな。ね、じゃきつ、い、うんうん、<laughs> ライムスター歌丸です。<laughs> はい、そして目標パートナー、T. B. S. アナウンサーのうなりさです。この番組はカルチャーキュレーションプログラム、すなわち、さまざまな面白しを発見して紹介する。文化的情報娯楽番組です。番 へのメッセージは歌丸 tbs.co.jp 歌丸 tbs.co.jp までお送りくださいではここからは 聞いたら世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンダズカルチャーです。早速今夜のゲストをお招きしましょう。まずは番組でもおなじみゲームライターの金子の隆之さんです。お願いします。よろしくお願いします。はいお久しぶりです。ご挨拶しております。直接お会いするのはね電話でお話したりとか、はい、ありましたけどね。そうですね。あの間あのエボジャパンで、はい、はい、あの横に歌ひろば淳さんがね <laughs> ゴールデンボンバーのまさかの突然ダスターさせてくれとね <laughs> 言われまして、歌ひろばさんはでもう本当ガチのね本番ズガチなんですよ人ですからね。はいあの歌ひろばさんもすごいこの番組出たかった。 <ー>はい、ぜひ金子さん、金子さんだって出てるんでしょ <laughs> って言ってはい、通称はめ子さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、そして、えーはい、えー、そしてもう一人。はい、今日はもう一人格闘ゲームが好きすぎて、各国の選手の情報などを調べあさる格ゲー諜報員。 ゲームスパイこと一般人の白水さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。白水さんどうもいらっしゃいませ。はじめまして、よろしくお願いします。白水と申します。白水さんえっとお住まいはあの名古屋です。名古屋から今回お越しいただいたんですね。はい、申し訳ございません。久しぶりの東京でございます。はい、ありがとうございます。本当にちょっと白水さんのねその情報活動の数々本当に興味深すぎるということで、今日はお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、え本日は格闘ゲームの世界から見る世界勢力図特集というね国際的な。 国際的な陰謀を飛び交うということでまずはこの話題から始めないといけませんねはい、はい、先ほど話にもありました、はい、エボジャパン鉄拳セブン部門で当時はほとんど無名だった中東パキスタンの選手アルスラン・アッシュ選手が世界最強クラスの選手を圧倒的な実力でなぎ倒し優勝したことが話題になりましたさらに優勝インタビューでアルスラン選手が放った一言がパキスタンには俺より強いやつが まだ7人いる、うん、この少年漫画チックなセリフとパキスタンというそれまでゲーム界ではほとんど馴染みのなかった国に格ゲー界隈はにわ,にわかに沸きだったそうです、はいまあ、エボーという,うな、ね、その格,闘格闘ゲームのもう本当に世界的な大会ですよね、うん、そこでもう今までノーマークだった選手が、はいうん、しかもこのアルスラン選手、かなり圧倒的に強くて強かったです。 ってこ,とこういう、あのー、格闘ゲームって結構その、まあ、読み合いという部分でその勝敗が分かれるゲームになってますので言ったらいきなり出てきて勝っちゃうってう人が出てくるゲームなんですよ。なんですけど、まあ、それっていわゆる格闘ゲームの用語でいうと嵐って言われていてちょっとリスクのあるけども当たるとリターンのある行動を繰り返してうん、うん、でその運がよくて勝つってことは往々にしてありうる、はい、ゲームになってます。うんうん、ただこのアルスランシュ選手は実力なんですねうん、うん 本当に相手の攻めをしっかり白抜きって勝つうん、うん、本当にちゃんとやってないとできない動きで世界最高峰のまあ韓国勢日本勢っていうのをなぎ倒して優勝したんですよ<ー>驚きでしたねこれは実力だないこれは本当に実力ないとその戦い方で勝つことはできない<ー>そんなプレーで勝ちましたこれ白水ミスさんからご覧になってもそうでしたか、はい、えっ、ー、とまあ私あまああんまり格ゲームの知識はないんですけれども、うん、本当になんか見てなんか突然そもそもこのアルザナシュ選手のことは昔知ってたんですよあのドバイの大会であの優勝 していたまあ2018年なんですけどうん、うん、その時にあこの世の中には。 強い人いい人るんんんんだだなと思っったたでですすけどでもその時はふーんぐらいだったんですよで彼がエボのジャパン2019年に参加してたことを知らなくてトップトに入った時にあれいるじゃんって思ったんですよ。ということはあれもしかしたらこれあるんじゃないの優勝と思ったら本当に優勝してしまったんですよでも当時私がそのドバイの大会で優勝した時にこういう選手がいますよって紹介しても本当にハメコさんとか一部の方はあの情報を受け取ってくださったんですけどあんまりリツイートもいいねもなくてまあそうだよねみたいなまあ僕からする ゲームの、まあはい、見方のあれの違いはあるんだろうなと思ったんですけどでもやはりそのドバイの大会でご覧になっていたからこそっていうだからある意味その世界的にはノーマークなところから来たとといううことででですすかねそうですねでもそものドバイの時の大会で、うん、韓国でも最強クラスのプレーヤー2位という選手がいるんですけども、はい、その選手を倒して優勝していて、うん、その時は本当にちょっと話題になったんですけれどもうん、うん、ただその、まあ、パキスタンっていう国もあって、うん、なかなかその国際的な大会に出てこれない状態。 だったんですねただ、このエボジャパン日本には来れるということで実は来ていて活躍していたとなかなかそのいろんなところに行くのが難しかったりパキスタンそうですね選手だとていうのが色事情があるんですかねでちなみにアルスラン選手パキスタンには俺より強いやつがまだ7人いるなんてねすごい激がチックな発言をしてますけどもこれ、どんな発言のシーンこれ結論から言いますと半分本当です。半分つまり アルスまあ、結論から言うとアルスラン・アッシュ選手はパ,ンパキスタンでは僕の中では調べた限りでは最強格だと思ってます。うんうん、だけどアルスラン・アッシュ選手に準、まあ、ア,ア,アッシュクラスの人もしくはアルスラン・アッシュがたまに優勝を逃してしまうような強さを持っているプレイヤーがいるというのは事実ですなるほどだからやっぱり、えー、とパキスタンの選手層が想像しているよりはるかに厚いということはそうやって調べているんですか そりゃたたくさんん調べたんですよ <laughs> これがまさに今日の、ね、国際情報活動です名古屋にいて国際諜報活動しているというこれの白水さんの活動にかかかってきますからねねこれね <laughs>、うん、ちなみにではですねじゃあパキスタンがそれだけすごいなら <laughs>、うんまあ、例えば中東とかと、まあ、そのインド南アジアとかそっちのなんていうかなほうってどうなんですか強い方っていらっしゃるんですか、まあ ゲームによるんですけれども、違うゲームもあったりするんですけど、アフリカとか北アフリカとか、アラブ地方とか、中東地方ですねに強い人はいるのかと言われたら、います、それが結論です、何に強いかはゲームによるんですけれども、インドにも強い人いますし、その土地土地の強いゲームの特性みたいなのがあったりするわけですかが、まあ、それは何とも言えませんね、本当に。 どうしあって流行ったんだろうなっていうのもあります。その国で流行ってたからだと思いますし、まあ多分それはあると思います。結構そのまあ中東中アジアでいうと、やっぱサッカーゲームが流行りやすい土壌なんだなというのは大会とか見ていても、結構そのサッカーゲーム、FIFA とかウィニングレームの大会を行われている機会が多いんですよね。あと一つすごく大きなポイントになってるのは、やはりドバイの存在っていうのがでかいと思います。まあそこがその国際的にはあのあたりでのまあ優勝地というか、さまざまな国から人が来るっていうので、大会とか結構ドバイで行われて、そこにドバイであれば結構その サウジアラビアとかパキスタン、インドから来れるということでドバイの大会っていうのはその辺そのりの選手がこうそのみんなにご注目されるきっかけになるような。 土地になってるんですねそれこそアメリカとかだと今そのイスラム教会だと入国自体がちょっと面倒くさいっちゃってたりそれでゲームのんていうゲーミングマシンとかさコントロールとか持ってたらお前これ何なんだってさありますからね実際日本の選手がアメリカのエボリューションに行った時もこれ危ないんじゃないかって言って何時間も調べられたりすることって結構あったらしくてなんでそれって多分ギャグじゃないんですよね全然ねだからこそそういうところで実は目に触れないところでシーンが成熟してたりすること ということで、えー、謎の,このアルスラン・アッシュ選手登場の背景はちゃんとあったということで、うんえー、このっとですね、ねはい、世界のゲームの国際的なパワーバランスについて諜、ねはい、報活動の結果白水さん、はい、伺いたいと思います。 アダシックスジャンクションはいということで資料ねいっぱいねもう今続々と資料をね白水、はい、さん出していただいておりますというわけでこの企画のプレゼンターはゲームライターの金子の龍希さんと格ゲー大好き一般人またの名を格ゲー情報員ゲームスパイの白水さんです, <laughs> す<い>よろしくお願いします,しします <laughs> ありがとうございますはいえーと。 ちょっとさっきのあのイスラム圏とかだとそのアメリカとかも々の国に入国とかが難しくて、うん、あのずね入,あの入管ですごく止められちゃったりして大変だという話をね、うん、しましたけど、えー、まさにそのエボジャパンにそのアルスラン・ハッシュ選手パキスタン出身アルスラン・スッシュ選手がエントリーするのもなかなかな大変なルートがあったというような話です,そうですあのちょっと具体的にはあまり正確な話はできないんですけれども、えー、飛行機の移動で、まあ、例えば まあ他の諸外国の経由の時にその諸外国のビザがないからまあちょっと行けないルートを変えざるをなかったとかあと日本に着いたはいいんだけど今度は日本の空港から移動するため日本円の両替をちょっと忘れてしまっててそれでまあ要はバスでの移動がダメできなくなってしまっていたとかだからアルスラン選手は急遽あの当日確かエボジャパンが開催された福岡の。 の福岡とそれから成田だったかなの便が当日あったのが見つかってそれでもう急遽会場多分大会が始まる1時間前ぐらいに現地に到着したんじゃないかなっていうそうですあのそれはアルスランアッシュ選手のまあいわゆるスポンサーというかチーム所属ですからそのチームのザンテツさんというまあプレイヤー名リングネームなんですけど彼がいろいろ世話をして してくれた結果なんです。だからアルサンシュ選手はこんなに、いや、よくしてくれたわけだから、絶対負けるわけにはいけないっていう気持ちで。エボジャパンに挑んだそうです。そして優勝と。エントリーすること、そのものにちょっとドラマがありますね。ねそうですね。はい、でも、そんなこと、誰も分かんなかったわけで。で、うん、でも、ジャンテッツさんも、全部終わった後に、ツイッターで話して。くれたこう,ういうサポートをして。そういうことです。ううさあ、ということで、いきましょうかね。では、そんなお二人を迎えして、今夜はこんな特集です。格闘ゲームから見る。 国際勢力白書2019特集さあということでですね本題に入る前にまずはぜひこのお話を聞いておきたいと思いますしらみすさんはいかにして格ゲー重宝員になったのかはいということで、ね、あのやっぱり本当に独自調査というか、ね、ドバイの大会のしかもねそのパキスタンのあの本当に格ゲーシーンみたいなものも改めて一から調べられてええ結構ねこう 調査結果を出しているというはいということでなぜまあこういうまず格ゲーはもともと好きだったんですかあ好きでしたあのというよりも見るのが好きだったんです私あの幼稚園の頃にあのまあレンタルビデオ屋さんとかあのスープデパートとかでまあゲームセンターのコーナーがあるじゃないですかで親が買い物に行ってる時にまあその時間の間だったら遊びに行ってもいいよその代わりおだちに使ったら帰ろうねっていう約束だったんですよで僕が考えたのはあおだちに使わなくて一生見てれば一生いられる人の見てればね 時間を伸ばせるなってだちを使い切らない主役として親が来たら順番待ちって嘘をついてきただから誰もいない時は誰もいない CPU のデモ画面をずっと見てたんですよ見てるだけで楽しかったんですよそれが幼稚園時代ですね私のあじゃあもう本当にそんな幼い頃からゲームに触れてるのことしてが幸せみたいなそうです僕は本当に楽しかったです でえそこからこういう何て言うんですかね調査みたいなところに行ったのはこれは、ですねあのわ私、まあ、正直言うと中学、高校時代は部活で、うん、ちょっとゲームから離れてたんですね、うんうん、で大学生でそのまま普通に生きてったときにあの当時はニコニコ生放送の、うんまあ、格闘ゲーマーの人たちを呼んで、うんまあ、対戦プレイをみんなで見ようみたいな生放送の番組があったんですね。 えと梅原さん時戸さん孫さん、うん、黒人さん総司範圭介さんたちが出てたんだったかで、その時に初めてそういう梅原さんたちのような存在を知ったんですよ。でその人たちは普段何やってるんだろうなと思った時に配信をやってる、まあ、要はネットインターネットでの、うん、まあそういう自分たちでテレビ番組みたいなのをやってるってことを知ってそれで。 興味を持ったんですね、ええ、で見始めて、うん、で毎週だいたいその人たちが面白いことをやってるなあみたいな感じ興味が湧いてきてそしたら今度その人たちが大会をやるってことになったんです、ええ、それがまあいわゆるゴッズガーデンとか、うん、オンラインゴッズとかですね、うん、まあそれ以外のあ、まあ、闘撃とかもそうですしうん、うん、あのいろいろ日本の大会とか、はい、そういう人たちに出てるってのを知って見るようになったんですよ。うんうん、で今度はそそしたたの人たちが 海外の大会にに招待された話ななるわけんですよ海外の大会行くじゃないですか当然見に行くじゃないですかで僕も見るじゃないですかで見たはいいんですけど何にも情報がないんですよ相手選手とかに関してはね違いますトーナメント表もスケジュールも誰と誰で戦ってるかも分からないんですよちゃんと揃ってますけど当時は何もなかったんですよで何もないしツイッターも当時あんまり貼って 発達してなかったから出番がいつ頃来るよってもう本人たちも分からなくてもう待つしかないんですよパソコンの前でずーっと見てるしかないへ<ー>そういったことだったらもう自分で調べるしかないじゃないですかだから例えばトーナメント表がこう紙で印刷され紙で書かれてるのをまあ誰か Twitter で上げたのをまずよ、まあ、見ますよねその後 その配信に映ってるプレイヤーの顔をスクショするんですよ。うん、で、スクショして、あ、さっきこの人とこの人が試合して、この人勝ったな、うん、あ、二回戦行ったんだろうな。あ、あ<ー>違う人が現れた、あ、じゃ、あこの人も二回戦で勝ったんだなとか、<ー>そういうことをやって。トーナメント表自分で更新していって。すごいです。スクショで、ね、こう撮ってても、完全に、あの、なんていうの。スパイがこう、エース、エ拡大して。この男の顔。<laughs> だからそそれをやってればあの配信に映ってない試合の結果もまあトーナメント表を自分で書いてなるほどなるほどこの人が勝ったんだなっていうのを楽しんでましたねしかもそれを楽しんでたいやていうかね楽しんでたっていうかその日本の人たちがいつ出るかわかんないから時間潰しにそれするしかなかったんですよそんだけでも情報がね公に出てないっていうかちゃんと整備されてない時代ってのがあったんですね金子さんそうですね当時はもうそのむしろ 大会もともとやったところにどうやら配信っていうのができるらしいぞっていう感じですよね、うん、配信っていうのに対する配慮がなんか全くなかったですね一応まあ大会やって日本の選手も来てるからうん、うん、一応配信もするかみたいなところからまあ始まっているのでその冷め期っていうのはやっぱりもうそれこそ見る人のことはあまり考えていないというかうん、うん、でまさにこう白水さんみたいな逆にこう深掘りしてくる人がいた進めてていいいくくうちにろろ、ええ、見えてくるものとかかありましたかそうですねまあやっぱり時代が時が流れるので時を流れたらトーナメント表サイト専門サイトとか 運営が配慮したスケス配信専用スケジュールとか用意してくれるようになるわけですよ。でいろいろ見ていくうちに日本勢の人たちが大体まあ当時まあ今もそうだと思うんですけどうん、うん、格闘ゲームに関して言えば日本の人たちが一番強いんですよだから海外の大会に行ってもまあ日本の人たちが勝つでしょみたいな風潮うん、うん、っていうかまあ僕もそうだと思ってるんですけど勝つんですけどでもたまにあれってなんか番狂わせが。 起きることがあるわけですね。応援して、まあ先ほどはめこさんおっしゃってましたけど、格闘ゲームのシステム上そういうことが起こる。で、その時にあれこの海外の人は何者なんだっていう風になるわけですよ。じゃ調べるしかないってなります。こんなにね日本でこんなに強かった人がなん勝つ強で誰なんだってなると。ええってそりゃないでしょっ最初はそりゃないでしょと思いましたよ。だけどよく考えたらその人が強いのかって。当たり前当たり前だけね。なるなるわけですよね。でででまあっていうのは。 何年か続いて、ええ、である時「あのまあ、アルティメット・マーブルバーザスカプコン3」っていうゲームがあるんですけどうん、うん、このように、うん、これはアメリカの人たちがすごく強いので有名なゲームなんですよ、はいうん、で日本の人たちもちょなんか海外遠征して挑戦しに行くんですけれども、はいまあ、まあ苦戦するんですね。 あとで、これは昔格闘ゲーマーでもあって今現在レインボー6ージとかの実況解説やってらっしゃるフリーラさんという方が海外勢の日本語が話せるフーバーダックさんという方と一緒に情報交換配信みたいなことをやってたんですよアマルゲーム TV っていうんですけどそれで実はこういうテクニックがあってっていうのでえそんなのあったのみたいなやっぱり独自の情報格差があったんです。ね本当のことと言う初期は あのクソルさんという方があのアメリカに遠征して優勝をもぎ取ったんですけれどもああああだけど、まあ、その時はクソルさんのご友人の方の話によるとかなり研究が進んでたとうん、うん、だけど攻略が煮詰まってきて本当にアメリカ勢がどんどん情報格差が大きくなっていってうん、うん、日本の人たちが苦戦するようになったっていうのを見ていくうちにうん、うん、そりゃな,ないでしょうって思ったんですよ。うんうん、だっっててお金払って、うん 何時間もかかかけけてて遠征ししにに行っななんよくわらい海外負またでもその人は実は後で調べた強い人だったんです運が悪かったねおしまいじゃないでしょうと思ったんですけどちゃんと分かってればそんなことはないだろうと思ったんですよ。同じスポーツでもルールはもちろんあれだけどその中でここまで今こういう戦術が進んでるっていうのはあるのにそれを知らずにって「負けました」「ちょんぼり」じゃ意味ねえだろうっていうのがあって当時「アルティメット・マーブルザスカップ3」をやってた日本さまざまな日本勢の方が。 まあ例えばまあ今もプロゲーマーのネモさんとかをはじめとしていろんな方々に僕が一方的に頼まれてもいないのに情報提供するようになったんです。 なるほど。別に向こうの人たちがお願いしますって言ったわじゃないですよ僕が勝手に調べて勝手に情報活動情報っていうかあ情報を集めて教えてたんですこれはやっぱりインターネットで情報収集してたんですかそうです YouTube で外国の配信を見て海外の人たちは YouTube に動画を残して自分の実力をアピールする人が多かったんですよだから海外の人の試合の内容を見せれば 多分得られるものがあるんじゃないかと思ってどうぞってうん、うん、でも別に相手されなくても良かったんですよ、うん、見ていただけるだけで良かっただから僕は最初は外国人のふりして情報を与えてましたあそうなのえー、何何人のふりしてえー、アメリカ人のふりして <laughs> そのさ それもさ、謎の謎の情報提供者 X がアメリカ人ですちなみにシラミズさんご自身は格闘ゲーム実際的全くやらないです。やらないの？あの弱い弱くない以前の話です。やらないの？やらない。なんでやらないんですか。なんでかというと調べる時間の方がまあそればそれの方がもうもうややってる場合じゃねえやってる場合じゃねえって感じ情熱の特化ぶりででもその情報を提供して。 どうなったんですかそののの後選手あの、まあ、結果的にまあ日本人はあのエボリューションエボという大きな大会でトップ8に残ったりとか例えば、まあ、大きなエキシビジョンを組ま,組まれるぐらいまで頭角を現すようなプレーヤーの方々がたくさん現れてくださって。うんうん、まあ 日本勢もやるときはやるんだぜみたいななめてんじゃねえぞみたいな感じの状態まではなりましたでもそれは別に僕のおかげだとは思ってませんこれは結果論なのででもその意識がねその海外勢と戦うときにちゃんと戦術研究とかして臨もうぜっていうのはまあある意味普通のスポーツで考えたら当たり前のことだからコーチみたいな感じですよねねえ謎のコーチ x あでちなみに白飯さんは英語はじゃあ僕できませんそれもすごいでもアメリカ人でお振りをして僕は英検12級です まままあああだとしたらそのゲーム自分でやるわけでもなくて英語担能なわけでもなくて情報活動なかなか大変なんじゃないですかそりゃ、もうだって一からやらなきゃいけませんでしたからグーグル翻訳ですね翻訳で英語を日本語に翻訳してなんとなくニュアンスを読み取って英語以外だったらまず英語にグーグル翻訳してその英語を辞書とか見ながらこういう意味かて言って調べてそれこそアラビア語とかね。読読めめないですからままず それも誰でやっ、えー、た大抵の日本人はそのうい、ん、う方法でやるしかないですもんね。では、ね、なるほどでもすごいとにかく地道な努力とそのとにかく情熱っていうの量でやってると少しずつ詳しくなりました、うん、そのやっぱり根本のモチベーション、今で何やるモチベーションって何ですかまあ一つはやっぱり日本勢の人に勝ってほしかった、うん、大会海外大会に行ってやっぱり日本勢は強いんだよっていうことを活躍してほしいのを見たかったっていうのは一つあります。 それだけじゃなくて、まあ、大会を楽しみたい、ずっと待ち時間なんですよ、日本人が出る、はいはい、他の選手とかもちゃんと知ってれば楽しいしゲームの知識もないから人を見るしかなかったんですよ、うんうん、当時は。だから人を見てうん、うん データを集めて、うん、その人の人人となりがわかるようになってきてってててき感じですねうん、うん、でそれこそだからこそいち早くアルスランワシ選手こんな人いるよっていうのも分かってたことわけです、ね、それもネタ話をすると日本の方がドバイの大会に招待されたからその時に他のかその日本の方は鉄拳には出てなかったんですけれどもまあ 他の種目を見てみみるかみたいな感じであ結果見たたらあれと思っ思んでですよ、まあまあ、でもねワールドカップで例えば日本代表出るからって見て<っ>他の国のサッカー見て興味を持ち出すとかね<っ>全然普通のいいルートだと思います、えー、これ花子さんいかがですかこういう白水さんみたいなあの、まあ、一般の方がしかもその自分がプレイヤーサイドでなくてもこれだけのこう情熱を燃やされていること。 これはもうまず、ありがたいという一言につきますね、うんうん、そしてこの白水さんの活動っていうのは、日本の格闘ゲームのコミュニティっていう目線から見た場合に、2つの効能をもたらしているなと、個人的に思ってます、はいはい、ま,まず1つが、先ほど歌丸、あのー、さんもおっしゃったように、アナリストですね、コーチとしての役割、これ、確実にもたらしてます。うんうんうん えまあこれまでに「l o c 六でもなんか何度か話させていただいたんですけども、えー、まあ日本の格闘ゲームが強い理由の一つっていうのは、はい、やっぱりもともとはライバルであるはずの日本のトッププレイヤーたちが、まあ、集まって情報交換したりアドバイスを送り合いながらお互いを高め合ってるっていういわゆる言ったら日本自体が一つのゲーミングチームという体制を成しているんじゃないかっていうのも一つあってうん、うん、っそれがその海外の大会に行っても安定して格闘ゲームで勝ってる理由の一つだと思うんですけどもどまあその中でその平水さんっていうのは。 アナリストとしてチームにまあもう寄与していると言ってしまっていいと思うんですよね。で、うん、そのトッププレイヤー確かあの信頼もすごく厚くて、うんうん、その中の一人のフード選手というにいるんですけども、フード選手からしたらもうその勝率が1%でも大会の勝率が1%でも上がるってこれ相当すごいことですよという話をしてましたね。うん。まあ全くほのわからない不気味な対戦相手がそのまあ,ある程度想像できる存在に変えてしまえれば実力があれば。 そのどういうふうに対処すればいいのかっていうのはトッププレイヤーの方々は分かってることですのでそこの,あの手続きっていうのが、まあ、白水さんたちの,この調べでできてるっていうのはすごい大きな、うんはい、ことだなというふうに思ってます、うん、そしてもう一つは、まあ、格闘ゲームという文化をグローバル化していく上での、まあ、推進材としての役割を担ってるなと。うんうんうん 個人的に思ってます。うん、この白井さんたちがこう調べてくることで、はい、え海外選手のこの人となりがですね、広く伝わっていきまして、はいはい、まその結果として、その日本国内から見ているこのファンにとっても、その海外の選手たちに対するリスペクトが生まれるんですね。はい。うんうん、やっぱりスポーツを応援する入り口としてやっぱり序盤最初は。 ナショナリズムうん、うん、これって結構その調味料としては非常に美味しいものなんですけどもうん、うん、やっぱりそこから自然に脱却できるこの情報の筋道っていうのがあのうん、うん、あるっていうのはすごい幸せなことだなというふうに思ってます、うんはい、あ、特にその2017年にこの時戸選手がですね、うん、エボリューション優勝したんですけども、うん、まあ時戸が強いアメリカ人を倒してエボを優勝したっていうところが日本の時戸が その当時世界最強と名高いアメリカ東海岸の若手ヒットパンクを倒してエボリューション優勝したってなるとす、うん、すごいいなななという,ふうになりますよねその辺りをバックボーンというのをこうちゃんと調べてきてくれてその表現してくれるっていうのはすごい本当にありがたい、まあ、それによって格闘ゲーム観戦という娯楽がより豊潤な豊かなものになっているというふうに言っていいと思いますね。 いや、どういかがですか、白水さん。いや,これいや、もう、もう、もうもうもうこんなに褒めていただけるなんて。正直予想してませんでした。いや、いや、でもね、本当に、でも、本当にコーチアナリストって考えると、うん、確かに、その、ね、コーチアナリストは別に必ずしもプレイヤー出身である人ないし。うんうん、あの、まさに、それ、だからこその視点っていうのを持てるっていうのもあるだろうし、うんえー、で、まさに、その、グローバル化の。 ねこの意識が全体の意識の細かいものだらしいというのは全くその通りだと思いますし、はい、今日、後ほどちょっとまたね、はい、ちょっと具体的な話を、ね、聞くのが早く楽しみで、ねはい、しょうがないのでじゃあいきましょう本日の本題ここからが本題ですね。はいということで白水さんのことが少し分かったところで本題参りまりす格闘ゲームから見る今、熱い地域はここだ。はいということで。はい 先ほどもいろんな、ね、国、われわれが、あそこも盛り上がってるんだ、ね、アフリカ各国も盛り上がってるんだとか、ねえー、パキスタンだってもいいですよね、うん、パキスタンねかとかもあるわけですけど、ちょっとその各国の勢力図というか、そのお話を伺いたいと思います。これはじゃあ、えー、金子さんにお願いいしてまず最初に、このどこを注目するかという話なんですけれども、まあ、カップコンカップの話でいうと、やはりドミニカ共和国。 ドミニカね、うん、強いとおっしゃってましたね。はいうん、の話を捨てるわけにはいかないかなというふうに思いますドミニカどういうい感じなんですかップ,、えー、プコンカップ2017の、うん、優勝者を生んだ土地ドミニカ共和国、えー、そこの,、まあその選手はメナ・アールディという、すごく若い選手なんですね。うん、はい その子どもが共和国って地球儀、今、用意されてはいこれは白水さんがお持ちいただいたこの辺ですねキューバの隣いいね、地球儀、やっぱいいっすね、一応、アメリカ、フロリダとかトランプから結構近くてただ、すごく小さな島国ですのでやっぱりコミュニティ自体はそんなに大きくない感じですよねそうですね。 うん、まあだからドミニカ自体がそんな国民全員が格闘ゲームやってるぜっていうのはそれはさすがにないんですよだけど確実にやっている人はいるゲームを遊んでいる人はいるこれは別に格闘ゲームだけじゃないですです、うんはい、ですからそういうみんなで集まってあるいはまあアメリカのフロリダの方だとまあ 近いですかからドミニカ共和国とどこフロリダの方と近いのでちょっとオンラインもできたりとかもしくはプエルトリコも結構強い国なのでそこでやったりとかっていう感じででアメリカに遠征も行きやすいのでドミニカは。で2016年の12月ぐらいの大会に実はドミニカの人がアメリカ大会に行って優勝したことがあるんですよ。その時初めてドミニカに注目を向けけたんですども ドミニカ大会を中心に見ていったらどうも強いやつが何人かいるぞというのに気づいたんですで注目していたらカプコンカップ2017年という非常に大きな大会で本当に優勝してしまったんですメナ RD ですね、はい、メナ RD えっ、ー、と1999年生まれなんですけどここにも写真がありますね、うん、はい今写真でドラ、えー、でまあドミニカには僕、うんまあ、メナ RD を含めて、はい、強い人が 4人ぐらいいて僕は勝手にドミニカしてんのって一人呼んで喜んでたんですけど向こうは知らない呼び名ですもちろん向こうは知りませんあのまあそのまあこの目の RD とが1999年一番若いですねあとそれからベテランの DR レイ DR レイ DR レイそれからクロスオーバーそれからカバこの4人が まあ、強いかなと思って見てたら、本当に海外の大会でも実績を残してしまったんですね。ね、うんうん、本当に残すとは思わなかったんです。けどこれはだから、白水さんが、まあ、本当に独自でこう見ているうちに、まあ、この四人だなって思ってたら。僕とか、そうですね、す僕の友人とかで、はい、まあ、えー、すごいねって。他にも同じような、こう、超活動されてる。方が、まあまあ、いらっしゃいます。日本で何人ぐらいいらっしゃるんですか。まあ、どうでしょうね。僕知ってる限り、本当に数えるぐらいしかいない。でも、でも、なんか。 だだんだん詳ししいい人が、うん、少しずつ増えててるなっていう自覚はありますいい、うんまあ、でもその情報ネットワークでドミニカやベーゾーは会ってあったしたら案の定来たっていう感じなんで、うん、そ,そうなんですよ。うんうん、カップコンカップ2017年の優勝は、まあ、正直言うと下馬評はメナ RD の優勝はあんまりそんなに高くはなかった報道、うん、されてなかったと思いますねレベルとしては本当にトップ8に残った時点で「あうん、うん、残るんだこの人誰ぐらいの」多分雰囲気だと思います。 ところはですね、まあ、私の友人の方、はい、まあ瀬戸文さんっていうんですけどその方がトーナメント表を見た時に、ええ、まあでももしかしたらこの組み合わせだったら目の RD が勝ち上がるかもねぐらいのことは言ってたんですよそしたら本当にそれが起こってしまって何が起こったかというと目の RD はドミニカですよね。ええ、ドミニカということは対戦する相手が限られてるわけです。ということはうん、うん、対戦する相手が使うキャラクターも限られてくるわけです。うんうん、ということは。 メノミニにいる人たちが使わないキャラクターを持ってこられたらメナ RD は苦戦しますかしませんかと言えばスルーも、まあ、普通は普通はするんですよところがあのカプコンカップの2017年まあすべてではないんですけど、うん、メナ RD にとっては慣れているキャラクターの使い方が価値が上がってしまったんですトーナメントの当たりがちょっとでも良かったでもそれだけじゃんその潜在一軍のチャンスを完全に掴んでうん、うん、トーナメントトップエに残ってうん、うん、で でもここから先は本当に競合の人たちばっかりですからア、うん、メナが自分で実力で勝ち上がった運も実力もあったんですよっていう背景がありまして、うん、これでもすごいですねやっぱり普通に見てたらノーマークだったところがやっぱりあの情報収集してるチームからすると。うんうん まあ全然その布石がその前の年からあったっていうのは、うん、ちょっと活躍し始めてるぞっていう感じのところからですからねこれいよいよやっぱり諜報員たちの情報を本当に事前にやっといたほうがよくないですかこれ <laughs> <く> <laughs> マジな話で <laughs>、ね、んかやっぱり僕らってついついその国のなんかまあ大きさとかそのメジャードとかでなんか測ってしまいがちあんまよくないんだけど、うんうん、ドミニカってうんドミニカどこだっけとかさ、うん、そういうなめた態度取りがちだけど、うん、その態度をやっぱりちょっと襟を正せっていうかことですよねこういうのね。 まあやっぱり知らない国が何もないとは限らないんですよ。うん、知らないからってそこにないわけじゃないぞと僕もまあこれだけ調べたからまあ大丈夫でしょそこが見えたなと思ったらそれが中蓋で、うん、えさらにそこがあったってことはいくらでもありました、うんうん、そうですよ、ね、過去にほ、うん、カはいということでドミニカあこれはもう当日を表しつつあると。うんはい すごい郷土愛の強いコミュニティなんですね。<ー>やっぱりそのさっきも言った通り、すごい小さな島で、まあその限られた人たちで真剣にやってるグループなので、うん、応援がとんでもなく激しいんですよ。あ、応援団来てる。はい。うん、あの応援がうるさすぎて問題になるぐらい。ドリカだとやっぱこう成り物とかじぶんじゃがぶんじゃが叫びですね。もう叫びが。でしかも何言ってるかわかんないですよね。<ー> <laughs> なるほど、まあジェスチャーはかなり危険な。こかなり危険な。荒いのは間違いない。なるほどね。その選手の今名前に RD とか DR って入ってるのは。これドミニカ、リパブリック、もしくはリパブリカ、ドミニカーナ。そうなんですね。国名で、あのすごく兄弟というか、その自分たちの国に誇りを持ってやってる方々なので。まあその応援がうるさくなるのも、まあうなずけるなと、そういう情熱的な国柄なんだなっていうのも、そこから見えてくるんですよね。そのパワーもあるということですね。はい。ドミニカ。 そししして他にははどどんな地域がありりまますかやううょパキスタンの話いいんじゃなをしまあ私、パキスタン、この番組のためにいろいろ調べてきたんですけとども、アルスラン・アッシュが自分より強い人がいるよという発言に関して、これは半分本当と言ったのは、先ほどもお話ししたんですけれども、アルスラン・アッシュはよく優勝してるんですよ、パキスタン大会がある、僕の調べた限りですよ。だけど、たまに優勝を逃すわけですよ。ということは、その。 その時に優勝した人はアッシュと同じくらい強い強わけですよね、えー、っていう感じでピックアップしていったら大体まあ67人はやっぱり強い人がいるんですねだからアッシュが例えば 3,、うん、まあ3人一組のチームの時に準優勝だったことがあるんですよ。ってことはアッシュ1位の3人はアッシュより強いゃないと優勝できませんからねっていう感じでチェックしていってまあだからアッシュが最強なら間違いないです安定,安定感から考えても。だけど よりと引けを取らないやつらもいるよっていうのが事実、うん、彼,彼のだから発言はだから俺に勝ったやつが7人はいるんだからっていうそうですよねだから俺は強いけど、うん、ま,あ俺まあ俺ぐらいはあるんじゃないっていう意味では本当だと思うんですよ。でパキスタンのコミュニティに鉄拳のまあ要は団体っていうのはどういう感じなのかというと、うん、まあ僕が調べた限りは2012年にはもう大会を開いて普通にやってます。 もうそれを国内大会ですねその優勝者がまあアッシュなんですけども。うんうん、っていうことはでアッシュは1995年生まれってさっき言ったんですけども。はい、ということは彼は、えー、と5を足して12を足して17歳の時はすでに優勝してるわけですよ。うん国,内ね、国内で優勝してるわけです。うんうん、で大体、ね、その後も2013 20年とか2017年とかの大会も優勝したりはしてますね。うんうん、ででラホールっていう 土地があるんです。これパキスタンの地図を用意した方がいいですね。えっと、どこやったっけ。うん、あ、あった、あった、これ、これ、これ。<laughs> このパキスタンの。情報、情報。はい、ええ、これパキスタンが、<laughs> うん、このラーワルビンディっていう、まあ、イスラムバードのそばですね。ここに昔。うんうん 鉄拳のお店あ,んですよあそこが結構聖地というか、まあ、みんなそこが結構聖地とここで大会があった記録も確認してますけ、ね、どだけど、まあ、どうも僕が調べた限りでは2013年にやっぱりちょっと景気、まあ、があんまり良くなくてお店を閉じたらしいんですよ、うん、すごいなそのデーターだけどだけど2018年の段階で まだやってるお店があるみたいで、それがこのラホールにあるんです。うん、ラホールにね。<で><ー>まあこのでグジラホールとラーアルビンジの間にあるこのグジランラーバーをっていう都市を丸打った理由はここにも鉄拳の情報を発信してるあの証拠があったんですよ。まあ要は YouTube で動画を上げてたわけなんですけれど、うん、それはアーケードですか？ わからないですね。もしかしたら家庭用かもしれない家庭用でみんなで持ち寄って集まって遊んでるかもしれないですそうか画面だからそういうことなんですねそれはわからないんですなるほどなるほどしかしすごいですね潰れちゃったゲーセンのさパキスタンの潰れちゃったゲーセンの情報まで入ってるってすごいねこれはねフェイスブックのおかげですパキスタン勢はフェイスブックをよく使うんですよツイッターあんまり使わないだから僕はフェイスブックあさりにあさりました それで、あさった結果、何が分かったかというと、その先ほど僕が強いなって言って、何名かピックアップしたパキスタン勢がいるじゃないですかこの、これ、このメモの、これ見てもらえば分かるんですけど、全員ラホールの人なんですよ。ということは、パキスタンのラホールは。 ままあわかりませんよパキスタンで一番強い地域がラホールかどうかはかりませんけど確実にラホールは鉄拳の,コミュの交流場所があって、うん、しかもみんな強い確実に過去に大会で実績を残したんですよどでしかもこれ生年月日も僕一応調べて大体似たような感じで大体近い世代なんですよ、うん、90年代頭で とということはですよ今パキスタンの鉄拳を率いているのは1992年から5年ぐらいの世代の人たちがいたということは彼らが若い頃に上の世代がいたはずなんです。でないと彼らは若い頃に鉄拳が遊べないわけですからね。えー、ということは僕の調べで2012年が一番古いなと思ったんですけどもっと前から鉄拳コミュニティはあった可能性があります。さららに、まあ、結論から言うと 昔のもしかしたらゲームをやめてしまった例えば仕事にの関係とか、ね、まあ引っ越したとかいろいろあって、ね、ゲームをやめてしまった人たちが足、うん、より強かった可能性は ありますそれなら僕より強い人がいたっていう話につながる可能性、まあ、もちろんこれはアッシュがそんなことないよってインタビューって,言ってしまえば終わりなんですけどうん、うん、ちょっといずれねちょっと直接取材もしてみたいぐらいですけどあのアッシュ今度日本に来るんですよお予定ではあの<っ>あの5月かな大阪の,の KSB というイベゲームのイベントのあたりでよよ今あのクラウドファンディングしてあの呼ぶ計画が立てられてるんですけど、えーまあ、まだ完全に確定ではないんですけど来れたら招待をするという企画が進んで、うんうんはい ご取材される予定とか多分僕は名古屋にこもってるかもしれないですけどまあでもちょっとまあ忙しいかもしれないですけどそうだねうちね番組でセッティングしてなんかインタビューとかねなんか俺聞いんかすごい興味あるわこれはいでだからとにかくラホールとりあえずパキスタンのラホールは間違いなく強い人が多い多いし1992年95年ぐらいの生まれでで そうっとスッとでもそこでコミュニティがあってということですもんねパキスタンは鉄拳のみ盛んなのかなという話になってくるんですけどそうともないっぽいんですよね僕が調べた限りがキングオブファイターズそれからフィファサッカーゲームですとかは大会があった記録は見つけましたちゃんとした大会ですちゃんと賞金も出すしみたいな まああと、そこからフォートナイト、最近だとフォートナイト、カウンターストライクとか、うん、あの辺のトーナメント表も見つけました、うん、大会の動画はちょっと見つけられなかったんですけど、えーまあ、ちょっと時間が足りなかった。でもっていうことは、でもやっぱり、全然盛んって感じですね、普通に。この話を聞くと、日本とあんまり変わらないのでは、ねね、というところですよね。 だけででやっぱりんすよねインドもパキスタンといえばインドだと思うんですけどやっぱり北部ニューデリーのあたりなんかには鉄拳のすごい強いプレーヤーテジャンっていう選手がいたりとかで近いんですよね地理的にはハイアホールからいや面白いわちょっともう地域地域ぐらい行きませんかはいそうですね やっぱヨーロッパプラスアフリカっていう感じですかね。そうですね。ヨーロッパはね、まあ盛んでしょって感じがするけども、うん、意外なところで言うと。そうですね。ヨーロッパで格闘ゲームで強い人で。はい いうとそのアフリカ系の人はかなりざ多くて、はい<ー>あ、選手として、はい、まあイチス移民とかそういうのもいます。イリス人だけど、うん、まあアルジェリア系だったりとかな,なんかそういうカメルなったりとかっていう選手が結構最近目立ってきてる印象があるんですよね。e スポーツだけにですよ、うん、そのハミコさん前を仰っ,ってた人間性能、うん、人間性能高い方がやっぱり勝ってくるとなると普通に。 あのリアルっていうかさスポーツとだんだん人種順分布変わんなくなってきたりしてみたいないそのイメージっていうのはその本当なのかっていうのはすごい本当に気になってますね、うん、実際ストリートファイターの世界でもその、うんまあ、黒人系の人がめちゃくちゃ強い、うん、ここ最近本当に勝ってるんですよ、うん、実際問題として例えば「その時々と激戦を繰り上げたパンクもそうですし、うん、あの昨年の「 ボーション優勝したイギリスのプロブレム X もそういった人種の方ですしということで実際そうなのかっていうのもちょっと分かんないけどね、触れ方はちょっとナイのブな話だからあれだけどでもアフリカ系選手の活躍っていうのを目立ってると僕も調べた感じではああのま規模はちょっと分からないんですけどアフリカでまあそれぞれみんなで代表を決めてその代表を集めて大会をするっていうイベントがあった記録は見つけました。しかもそれは最近です年 から2019年ぐらいかなどこあったかな、えー、だだだだアフリカの,アフリカの場所は、あと場所はまあ、会大会が起こった場所は、首都のあセネガルっていう国の、はい、あの、はい、ダカールですけど、オレンジ e スポーツエクスペギエンスっていう大会なんですけれども、えー、まあこの大会でああのー、まあ、優勝した人はあのー、カメルーンの人でした。う で2位の人がモロッコの人でした、うん、でこのモロッコの人は結構有名な方で「<ー>ストリートファイター5」とか「キング・オブ、まあ・ファイターズ」うん、とかも結構強いフリーザーっていう名前の人なんですけどだから僕も最初このモロッコのアフリカ大会の情報を掴んだ時に、うん、まあアフリカの各国の代表が集まるんだから多分モロッコのフリーザーが優勝するでしょ、うん、と思ってたんですよ実際に強いんですよ彼は。だけど優勝したのは全然ノーマークだったカメルーンの。 まあプレイヤーだったこれ要するにそのさっきのパキスタンじゃないけど一個一個の国にやっぱり当然のことながらシーンとか人材はいてそうなんですよ単に僕らが知らなかっただけで人その面で面白いなと思う話が一つありまして今年その鉄拳の世界ツアーですねの一個にケープタウンで行われる大会が認定されたんですよね。 でそこでえケープタウンで格闘ゲームなんてやってるのかと思って自分もちょっと調べたんですけどうん、うん、どうやらやっぱり数年前からちゃんとコミュニティがあって自分たちで大会運営してきてるんですね、えーうん、だからやっぱりそれもわれわれは知らないだけでもともとあったものだとうん、うん、これでも世界的にその白水さんがやってるようなその情報を集めるみたいな、えー、要するにそのぜ全世界のゲーマーをの情報を統合してなんかやるような動きがまあ今のところないってことですよね要するに,に例えばどっかのえ 英語圏のののポータタルルサイイトトがあるるととかかそういうのがないいいななことですよよねれれもタイトルによるのかもにし例えばもっとそのまあいわゆる主要な e スポーツタイトルとして遊ばれてるような「えー、リーグ・オブ・レジェンスですとか「カウンター・ストライク」っていうのは,はい、はい、やっぱり英語圏でのそういうプロチームとかプロ選手一人一人に対する掘り方がすすごいですよね、うん、こいつはこれぐらいの年に生まれてここでゲームやってたみたいなとかもうだいぶ調べられてるんですけどうん、うん、格闘ゲームはやっぱりそういう,う タイトルではないですね。あのやっぱり日本がからこういうのを発信してるっていうのはなんかうなずけるところがありますね。うん、日本が流行ってるからこそそうなってくるんだろうなと。やっぱ成熟してるっていう理由の一つというか、うんうん、世界的なその調査が一歩一歩進んでくる、うん、いうですね。これでもすごい仕事ですよこれ。ありがとうございます。だって結構文化史的な。 事業ですよねこれねある意味ねこれを記録しておくっていうのはいやまあでもね最初はね気分転換で始めたことだったんですよあの僕本当になんていうかなんかな最近なんかうまくいかないなって時にあなんか誰かが配信格好ゲームの配信やってるや見ーよーって言って見始めてぼーっと見て気分転換してよしってのの始まりだったんですよそれがなんかそれが延長に過ぎないんですよいやそうお好きなことにこれだけね好きだからこれだけやっぱやり続けられるんだしいやそれは尊いですよやっぱありがとうございます えー、といったあたりでもうすでにねもうちょっとディープな。はい、だってさ パキスタンのラホールってね、あのところのゲーセンがあってね、そこがどうやらなんつって、初めて聞きますよね、地名もなかなか、ラークル・ビンディーにあったゲーセンが、どうも2013年に閉じちゃって、だって、そんなことが知れるのも、なんかすごく本当に、情報見つけたときは本当に感動しました、あったんだって、あとなんかすごくこう、パキスタンのゲーマーたちのその歴史とか、その生々しい、なんていうの、本当に身近に感じられるっていうか、それがすごく嬉しいなと思いますね。まあ地図見せて説明したんですけども 囲った、まあ、さっき紹介した都市全部、これ危険度外務省の危険度レベル2なんですよ、うん、つまり、まあ、4段階中の2番目なんですけど、やめてっていう地域なんですよ。うんうん、でさらに、まあ、ラホールは結構 危うい警自爆テロが行われる可能性ありとレベル2でこれなんですよ。とか流されてるんですかとかパキスタンの中ではでも平和というかいいところだっていうのは聞きましたね調べた時にでもそのゲームっていうさすごく楽しく遊ぼうよっていうあれがやっぱりそこに現実の国際情勢の影ものしかかる感じがさっきのあうさもなんか まあ勉強に興味深く、お話を伺いつつ、なんか選手たちにとっては、ああなんとかできないのかなって思う話ですね、なんかね。まあアシュも、やっぱりインタビューで答えてたんですけれども、まあやっぱりパキスタンは、僕のは。ゲームやってたけど、周りのみんなみんなクリケット、まあパキスタンの有名な、クリケットばかりやってた。でゲームの話したら、怒られたって、って言ってるんですね、はっきり言って、で,で、でやっぱり家族も、やっぱり。 これ言っていいのかな、まあ言うか <laughs> まあ、お父様がすでに亡くなられてたりとか、うんまあ、家族が支えてくれてたけど、えー、みんなも兄弟がは結婚してるから、うん、やっぱり今自分で会計士にもなろうとしたけど、うん、まあその道をちょっと諦めてゲームに、うん、犠牲にして注いだっていう背景があったりとかそういうのを知ると。うんいやー ね、まあちょっと重みが増えるというか、亜種、はいうんうん、に対する試合の見方が変わってくるだし応援したくなるし、うん、なんなら優勝してよかったねって、よこんな話、別に亜種だけじゃないんですよ、いっぱいあるんですよ、プレイヤーそう一人一人に,に裏があるんですよ、うん、ドラマが。うんうんうん いやまさにだから白さんの調査がなんかそのストーリーを浮かび上がらせてくれるとしたらすごい<ー>いいっすねやっぱねそれはもう本当にそのコミュニティ的にもやっぱりそれがあることでやっぱ全員が幸せになるなというふうに思います、うん、見る側もねさらに感情移入して視野に入れるし、うんうんはい、ですよねはいといったあたりで最後のゾーンいってみましょうかね、うん、はい、えー、最後のゾーンはこちらかなはいということで明日の重宝員は君だ 2人がおすすめする格ゲー情報活動の入り口はあなたも情報、まあ、でもね白水さんもご自宅でまあインターネットを使って自力で調査されてるわけだからまあもちろん協力もありましたけどその協力なんていうのかなあの入り口として、うん、じゃあどうそういう情報とかってどこ行ったら知れられるのかなって方もいらっしゃると思うんで、うんえー、ぜひちょっとですねこ後角芸をウォッチするその情報シリーズなどどこがいいのか、はい、おすすめをお二方に伺っていきたいと思います。 ストリートアイター5。うんうー で行われているカップコンプロツアー認定大会っていうのはあの、まあ、格闘ゲームで言ったら一番花形ですかね、うん、これは外せないなと思います、うん、もうすでにそのトーナメントというかツアーの始まってまして、えー、すでに何度か大会行われております、今後もねあのまだまだ続いていきますね。再来週にはフランスのリヨンでザ・ミックスアップという大会があって、うん、まあそちらの方は日本の選手もかなりいきそうなので、選手情報みたいなのがあったりするんですか、はい、これは。 うういにその平水さんだったり、例えば格ーチェッカーさんっていうすごい頑張ってるサイトがありまして、そこも本当、コミュニティ活動の格闘ゲームを支えてくれてる方なんですけれども、大会のたびに誰が行くんだとか、どういう選手が注目して出てますとかっていうのをまとめたりしてくれてる方がいますので、そのサイトをぜひチェックしていただければ、ある程度入り口のところは入れるかなと思いますやっぱりその注目選手とそのバックストーリーなんか分かっていると全然違いますもんね、やっぱえね。 ああとは他にありますかとチェックポイントそして、えー、同じく鉄拳もですね、えー、ワールドツアー、ですねツアー形式の、まあ、大会がこれから始まろうとしております、まあ、先ほど言った通りそのまり、あ、勢いを増しているパキスタンであったりとか中央アジアの選手たち、えー、そして、えー、そこに対してさ、えー、最近行われた3月に、えー、サウジアラビアで行われた大会では実はそのパキスタン勢を韓国勢がその、まあ、王,座のあの王者の,です、ね、その風格を見せつけて、うん、破ったんですけれども。み、はいうんすぎな その韓国で、そして追従する日本やアメリカ、ヨーロッパというのもレベルが上がってきてますから、それらがぶつかってくるというのが、一つ楽しみところになるかなと思います。ワールドツアーは先ほどちょっと話したフランスのリヨンのザ・ミックス・アップという大会から、鉄拳のほうも大会が始まっていくので、これは白水さんもどんどんまた忙しくなってしまううで、あれ見たいものがたくさん増えて楽しいですね、でもそれね、楽しいんだもんな、やっととそそのの各国事情かバックストーーリははっっきり言てね。 組めどもつきぬというかね話だと思いますのでちょっと今後ともお二人にはまたちょっとこの国際情勢の話は引き続きうごらんと。自分もあんまりその白波さんとは違う形でやっぱりそのなんて言うんてうですかねその関わってるというか調べるところあるんですけど自分はやっぱりもっとゲームの技術的な部分とかこの選手はこういうプレーをするとかっていうところから見ていくことが多いので。 やっぱりそのもっと生活部分とかこういうふうにゲームを始めたんだとかどういう状況でこう環境で練習してるんだっていうのがまあこうやっぱり白水さんたちがこう調べてきてくれることで知れること,とて立体的になりますもんねそうなんですよ、それによってあだからこういうプレイスタイルなんだなっていうの出てくるんですね、うん。なるほどやっぱりその そう、方々からこう知るっていうのはすごい、楽しみ増していくと思うので。はい。ちょっとこれはシリーズ化で。ね。ゲーム。世界の旅本当に各国の選手ね、紹介していただきたい。いや、格闘ゲームだけで、これですからね。他のゲーム。本当だよ、本当だ格闘ゲームだけじゃないんです。すべてのゲームにドラマがある可能性があるんです。しかも、別に作られたドラマじゃなくて、何かしらのバックストーリーがある可能性がある。背負ってるものあります。そうですね。見るために、今楽しんでます、僕の行動は。 いや本当にちょっとあの努力に頭が下がると同時にですねぜひ今後ともお話を伺いたいと思います <laughs> えー、というわけで本日はゲームライターの金子のりゆきさんと格ゲー情報員白水さんにお話を伺いましたありがとうございましたお二方あそらお知らせとなどありましたらはいえっと来週まあ、今週末ですか今週末岡山の方でですねその鉄拳シリーズの大会のおケロットカップという大会がありましてその地元岡山の方々と協力して、えー、行わさせていただきますのでそちらぜひ興味があれば チェックしていただければと。配信はあ、ね。あ配信もあるそうです。ツ、はい、イッチの方で。えっと、自分のツイッターなどをチェックしていただければ、わかると思うので。はい、よろしくお願いします。はい。はい。ひろみさん。そうですね。まあ、いろんなイベントがあるので、まあ、あえて私事で言えば。うん、まあ、不定期なんですけれども、だいたい木曜日ぐらいに、あの、先ほどお話した瀬戸ふみさんという方と。はい、まあ、協力して、まあ。 たたまに海外大会の事前リサーチみいなこの大会の注目選手をこういう人がいるまあ不定期なんですけど本当にわれわれの2人の気が向いたとか予定があった時にだけしかやらないんですけど私もツイッターで紹介しますので見ていただければ。白水さんのツイッターこれ原作はどう私は白水はローマ字で SHIRAUZ という T A I S A シラウズ大佐。シラウズ大佐。シラウズ大佐。どうまじで撃てば。そうです。後ほどあの番組ツイッターの方にもちょっと文句を話します。ありがとうございます。ちなみにこの放送めちゃくちゃマニアックで、自分も毎回聞いてるんでそうなんだって言わされること多いですね。はい。すみません。いや、コアに走りすぎました。いや、勉強いや、最っ最っ面白かったです。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。After Six Six。